こんにちは。今日の講義は書籍 SEO 対策小入門2023 Google コアアップデート対応、初心者に必要な基礎知識、内部対策、 Google アップデート対策、コンテンツ作成方法まで、ウェブマーケティングのプロが網羅解説、1日即週シリーズです。この本は SEO 対策の世界に飛び込もうとしている皆さんにとって、まさに宝の山と言えるでしょう。この書籍はウェブマーケティングの分野で20年以上のキャリアを持つプロフェッショナルが執筆した SEO 対策の入門書です。 SEO を1日で習得するという野心的なテーマのもと、コンパクトながら濃密な内容が詰まっています。特に初心者の方々を対象としているため、 SEO という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的な意味や実践方法がわからないという方にぴったりの一冊です。本書の対象読者は幅広く、ホームページのアクセスアップに悩んでいる方、これからホームページで集客を始めようとしている方、ブログ初心者の方、個人事業者や小規模企業の経営者の方、ウェブデザイナーやディレクター、プログラマー、ウェブライターの方々など多岐にわたります。さらに、Google のアルゴリズムアップデートの影響を受けた方や、ChatGPT を SEO にどのように活用すべきか知りたい方にも有益な情報が満載です。本書の構成は、基礎編、実践編、応用編の3部構成になっています。基礎編では、SEO の基本的な概念や歴史、検索順位が決まる仕組み、必要なスキルなどを学びます。実践編では、サイト設計やコンテンツ作成、非リンク対策など、具体的な SEO 対策の方法を詳しく解説しています。応用編では、コロナ災いのような変革期における SEO 戦略や、競合に差をつけるための高度なテクニック、最新の Google アップデートへの対応方法など、より深い知識を得ることができます。本書の特筆すべき点は、電子書籍の利点を最大限に生かしていることです。SEO の世界は日々変化しており、特に Google のアルゴリズムアップデートによって状況が大きく変わることがあります。この本は、そうした変化に迅速に対応できるよう、内容を不定期に更新しています。これは、紙の書籍では難しい、非常に価値のある特徴です。さらに、著者は読者とのコミュニケーションを重視しており、内容更新時にはメールマガジンで通知を行うシステムを用意しています。また、著者のツイッターアカウントをフォローすることで、最新の情報を得ることもできます。この本は、SEO の基礎から応用まで、体系的に学ぶことができる優れた教材です。初心者の方が1日で SEO の基本を習得し、実践に移せるよう工夫されています。また、時代の変化に合わせて常に最新の情報を提供し続けるという点で、長期的な価値を持つ教材となっています。SEO を学びたい、あるいは SEO スキルを向上させたいと考えている方々にとって、この本は間違いなく強力な味方となるでしょう。この本を手に取ることで、読者の皆さんは多くの価値を得ることができるでしょう。まず、SEO の基本的な知識をしっかりと身につけることができます。SEO とは何か、検索順位がどのように決まるのか、そしてその歴史やアルゴリズムアップデートについての理解が深まります。これにより、SEO の基礎をしっかりと抑えることができ、初めての方でも安心して学び進めることができます。次に、具体的な実践方法を学ぶことで、すぐに自分のサイトやブログに応用することができます。例えば、サイト設計の基本や内部対策、コンテンツ作成の方法、非リンク対策など、実際に手を動かして行う作業について詳しく解説されています。これにより、読者は自分のサイトのアクセスを増やすための具体的なステップを理解し、実行に移すことができます。また、応用編では、より高度なテクニックや最新のトレンドに対応する方法を学ぶことができます。コロナ災いのような変革期における SEO 戦略や、競合に差をつけるためのキーワードの掘り下げ方、タイトルの付け方、コンテンツのブラッシュアップ方法など、実践的なアドバイスが満載です。これにより、読者は競争の激しいオンライン市場で一歩先を行くことができるでしょう。さらに、Google のアルゴリズムアップデートに迅速に対応するための情報も提供されています。SEO の世界は常に変化しており、最新の情報をキャッチアップすることが成功の鍵となります。
この本は電子書籍として提供されているため、内容が不定期に更新され、常に最新の情報を得ることができます。これにより、読者は時代の流れに遅れることなく、常に最新の SEO 対策を実践することができます。また、ChatGPT などの AI を SEO にどのように活用するかについても解説されています。AI の進化により、SEO の手法も変わりつつあります。この本では、AI を活用した新しい SEO の方法についても触れられており、読者は最新の技術を取り入れた効果的な SEO 対策を学ぶことができます。この本を読むことで、読者は SEO の基礎から応用までを体系的に学び、自分のサイトやブログのアクセスを増やすための具体的な方法を理解し、実践することができます。さらに、最新の情報を常にキャッチアップし、時代の変化に対応する力を身につけることができます。これにより、読者はオンラインビジネスの成功に向けて大きな一歩を踏み出すことができるでしょう。このように、SEO 対策、超入門2023、Google コアアップデート対応、初心者に必要な基礎知識、内部対策、Google アップデート対策、コンテンツ作成方法までウェブマーケティングのプロが網羅解説、1日即習シリーズは、初心者から中級者まで、幅広い読者にとって非常に有益な一冊です。SEO の基本をしっかりと学び、実践に移し、さらに最新のトレンドに対応するための知識を得ることで、皆さんのオンラインビジネスは確実に成長することでしょう。そして最後に読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの体と心は、日々の健康管理と適切なケアを通じてのみ、最高のパフォーマンスを発揮し、満ち足りた人生を送ることができるからです。ここで紹介するのは、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。このジムは単なるダイエット施設ではなく、健康管理にも特化したサービスを提供しています。ライザップの最大の特徴は、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これにより、一人一人のニーズや目標に合わせた完全オーダーメイドのトレーニングプランを提供し、長期的な成果を目指します。また、食生活やメンタルの管理も重視しており、健康的なライフスタイルをサポートします。30日間の無条件全額返金保証も用意されており、安心して取り組むことができます。週に2回のトレーニングで、無理のないペースで自分の理想の体型を目指せるのも魅力の一つです。さらに、無料のカウンセリングを通じて、初めての方でも安心してジムに通うことができます。完全個室のプライベートな空間で、プライバシーを守りながら集中してトレーニングに取り組むことができます。マンツーマントレーニングなので、これまでジム通いが苦手だった方や、ダイエットが続かなかった方に特におすすめです。トレーナーがあなたに合った最適なプログラムを作成し、無理なく健康的に理想の体を手に入れるサポートをしてくれます。健康的に痩せてリバウンドを防ぎ、持続可能な体づくりをサポートします。テレビ CM でもおなじみの結果にコミットするパーソナルトレーニングジム、ライザップ、自信を持っておすすめします。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。